おはようございます。私はただいま高速バスで山梨県の河口湖駅に向かっております。奥には富士急ハイランドのジェットコースターが見えていますね。ということで河口湖駅に到着しました。今から向かう場所はもう見えてしまいましたね。そう、富士芝桜祭りです。富士芝桜祭り会場にはここ河口湖駅からシャトルバス富士芝桜ライナーが運行されておりまして、今回乗車するバスはトーマスランド号でした。車内は青色と緑色のシートですね。富士芝桜祭りは有名でもあるので、シャトルバスの車内は多くの人がいるのかと思いましたが、空席もちらほらありました。本日の天気予報は曇りのち雨。今現在は曇りで雨は降っていませんが、この後どうなることやら。このような美しい景色が見れるのかどうなのか心配になってきました。それでは河口湖駅を発車です。河口湖の駅前には富士急行のもう1型が生体保存されています。本当はもう1型を間近で撮りたかったのですが、まあ河口湖に着く高速バスが中央道の渋滞の影響で遅くなり、富士芝桜ライナーの発車ギリギリになってしまったので撮ることはできませんでした。河口湖駅から富士芝桜祭り会場までは40分ほどの道のりです。トーマスランド号でトーマスとゴードンと共に富士芝桜祭り会場を目指します。でこのバスなんとフットレストがあるんですね。バスにフットレストって珍しくないですか？40分の移動がより快適になりそうです。富士芝桜祭り会場の富士本栖湖リゾートに到着。撮影許可は富士急行さんに取得済みです。順路に従っていくと目の前には芝桜が一面に広がっております。やはりあいにくの空模様ですが、まだ雨は降っていないので今のうちにお花の写真などを撮りたいと思います。首都圏最大の50万株の芝桜が富士の山麓に咲き誇る、ここ富士芝桜祭り。今年のテーマは心にピンクの幸せだそうです。芝桜は4月から5月にかけ花を咲かせます。原産は北アメリカで、花が桜に似ていることや芝生のように生い茂ることから芝桜と呼ばれています。しかし桜はバラ科ですが、ここの芝桜は花しのぶ科です。そして芝桜会場には芝桜の他にムスカリという紫色の花も植えられております。さらに芝桜の至るところに花でできたハートがあるんですね。インスタスポット、デートスポットとしても最高です。この日は家族連れやインスタ女子と思われる方が何人かいらっしゃいましたが、カップルはあまり見かけなかったんですね。それではお次はお土産屋さんやレストランのある方へ向かって行きます。向かっている途中でもどこを見てもピンクでとても綺麗です。なんとその道すがらに富士山が。晴れていると画面の正面に本物の富士山が見え、ダブル富士山となったことと思いますが、残念ですね。しかし曇りでも芝桜の富士山が見れるのっていいですね。そして先ほどの富士山の近くに富士山がまたありました。今度は立体になっていますね。
芝桜の富士山もこれまた綺麗なものです。ちなみに奥に見える茶色い展望台らしいものは富士山が見えるスポットとなっていますが、本日は曇りのため富士山は見えませんので私は登りません。でここで雨が降り出してきてしまったんですね。ちなみに奥に少し映った黄色いものは幸せの黄色い扉と言われ、ドアを開けると富士山と一面のピンクの世界に入り込んだかのような写真が撮れる場所です。私も撮りたかったのですが長蛇の列ができていたので諦め、雨も降り出したこととお腹も空いたこともあり、雨宿りも兼ねてレストランでお昼ご飯と行きたいと思います。2022年4月にここ富士本栖湖リゾートにピーターラビットイングリッシュガーデンがオープンしたこともあり、レストラン内にはピーターラビットのぬいぐるみなどが多く飾られておりました。私が食べたのは何かのパイです。ごめんなさい、名前を忘れました。メニューの写真よりも大きく食べきれないかと思いましたが、案の定食べきれず友達に8分の1食べてもらいました。食べ終わると外は本格的な雨になっていました。芝桜の見応えは十分だったので、せっかくなので最後にピーターラビットの場所へ向かいたいと思います。ここ本栖湖リゾートにできた英国式庭園は関東最大級で、美しい富士山と約300種類の草木や花々、ピーターラビットをはじめキャラクターたちの共演が楽しめる場所となっております。園内にはピーターラビットの名シーンが再現されていました。ちなみにこの奥にもピーターラビットの何かがあったようですが、気づかずにこのまま帰ってしまいました。バス停に戻るルートでも芝桜を見ることはできますが、まあカメラにもわかるくらいの本降りなので急いでバス停へ向かいます。シャトルバスに乗車し富士芝桜祭り会場を後にします。雨予報でしたが雨の降る前に芝桜を楽しむことができてよかったです。2022年は5月29日まで営業されているそうなので、ぜひ皆さんも富士芝桜祭り訪れてみてはいかがでしょうか。ということで本日も見てくださってありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。